はいどうもゆうきです。流星のロックマン3ブラックエース実況プレイ続きやっていきましょう。前回みそらちゃんのライブが無事に成功したところからですね、超可愛かったです。我が願いを叶える赤き流星、これあれだよね、キングだよね。あのワンパンマンのキングと同じくメイクが怪我してんだね。今夜も実に美しく輝いてる。いずれ世界を支配する偉大なる組織ディーラー、そしてその頂点であるこのキングを祝福しているかのようだ。そう思うだろう、ハートレス。ハートレス金派、かわいい、美人、好き。いや美人、ちょっと厳しそうなところもちょっと M 心くすぐって好き。うわかわいい、綺麗、いい。くれキング、くれそいつを。ミスターキング、仰せの通りです。これで男だったらどうしよう、悲しいんだけど。あーなんか中二心に刺さるな、高校クインティア、ジャック。奥玉スタジオでの一件、まずまずの働きだった。褒めてやろう。ありがとうございます、ミスターキング。ミスターキングはお喜びです。あー女の子だね、これは。あこれはね、もう好き、もう結婚してほしい。大アイスバーンが発生させたクリムゾンは想像以上の量でした。この私の天才的頭脳とクリムゾンが合わさるとき、あの赤い星メテオジーは我らの思いのままに動かせるようになる。へえ、星動かせんの、すご。そうなれば世界中はこのディーラーにひれ伏すだろう。組織名がディーラーなのか。ディーラーに逆らえばメテオジーを地球に落下させる。そう脅せばミスターキングに逆らう者はいなくなるのです。すげえこと考えてんな。星操って地球潰すぞって地球規模で脅しかけようとしてんの、すごいな。愚かな人間どもはすっかり騙されているようだな。ミスターキングは子供たちの味方、今も子供たちからの感謝のメールは絶えません。実に愉快だ。私の本当の目的も知らずに、すべての計画は順調。古代の遺産も我が手に落ちた。古代の遺産ってどういうことだ、無大陸か。裁きの時は近いぞ。引き飽きたな。それよりも早くロックマンと勝負させてもらいたいぜ。おやおや、随分とご機嫌斜めだな。何この右のやつ、ま、そのメガネダサいよ。け、ジャック、下がりなさい。ミスターキングに対して無礼だぞ。お前そのメガネちょっと似合ってないよ。うるせえよ。ジャックよしなさい。ロックマンの調査なんざ時間の無駄だぜ。それよりもさっさと俺たちと戦わせろよ。あんまりちまちまやってっと足をすくわれて計画が狂っちまうぜ。下がりなさい、ジャック。はあ。弟が失礼しました、ミスターキング。はあ、ジャックよ。同年代のお友達と慣れ合ってるうちに甘ったれになってしまったのかな。なんだと、私の計画は完璧だ、ジャック。お前ごときが口を出さずとも計画が狂うことなどまずありえんのだよ。流星が我が手に落ちれば弱い人間たちはすぐさまディーラーにひれ伏す。そう、人間は弱い、とてつもなく弱くもろく愚かな生き物なのだ。だからブラザーやレゾンなどといった形だけのつながりや目標に必死になっている。そんな弱い人間を私のような天才が支配する。うわ、2の織姫の最後の思想と一緒じゃん。それこそ世界の正しい形、あるべき姿なのだ。まあ、あの子の方がまだ共感できるけど。メテオジーが私のものとなれば、愚かな人間どもはディーラーの支配下になる。まあ、それをして何したいかって話ですよね。織姫のはそれをした上での、こなしたいことが分かったからよかったけど、必ずな。こいつは何を考えてんだ?ハートレス、指令を。かしこまりました。次の指令を伝えます。クインティやジャックは引き続きロックマンのデータを集めつつ、クリムゾンの回収を続けること。了解。はん。ジョーカーは、後ほどミスターキングより直接指令があります。ジョーカーって言うから、こいつ絶対なんかちょっと重要な役割じゃない？それまで待機していてください。受けたまわった。いや、ちょっとジョーカーのカードはトランプで特別だよ。クリムゾンは着々と集まってる。メテオジーが我らのものになるのも時間の問題だ。てか、その乗り物何なの？何その乗り物？ロックマン8でワイリーが乗ってた乗り物もこんな感じだったよ。まずは計画の始まりとして、ワクサ日本支部とサテラポリスを潰す。でかいとこだな、サテラポリス。ロックマンのデータが揃えば最強の兵器が完成する。その兵器を使えば、ワクサやサテラポリスなどすぐに潰せるのだ。期待してるぞ、クインティア。はい。ずいぶんでかいとこ狙ってんな、いけんのか？てか、いけんのかっていうか、止めなきゃな。3日後。どこ？ここ。沖縄？え、どこ？首里城。
ね？先生、急にどうした？修学旅行かなんか来てんのかな？どこここ？え？しかもスバルいないじゃん。よし、みんな揃ってるな。いや、スバルいないよ。うわー、ついに到着だぜ。憧れの南の島、シーサーアイランド。シーサーってことは沖縄だな。同じ日本とは思えない美しさですね。青い空、透き通る海。沖縄行ったことないんですよね。行ってみたいです、すごい。暑いだけじゃねえか。あなたたち、あまり騒ぐんじゃないの。みっともないじゃない。面目ね、ついテンションが上がっちまってよ。いいんだよ、小学生なんだから。楽しめ。まあ、せっかくの修学旅行ですもの。あ、やっぱ修学旅行だ。たまにはハメを外すのもいいわよね。結局この女が一番はしゃいでねえか。それにしてもスバルくん、一緒に来れなくて残念だったわね。うわ、もう来れないのか。あ、いや、別にスバルくんと一緒に来たかったわけじゃなくて、ツンデレ。その委員長としてクラス全員が揃わなかったのはちょっとねってこと。でも修学旅行に来ないってよっぽどだよね。後から追いかけるって言ってたけどな。大きな声では言えませんが、きっとロックマンになってくるんじゃないですか。ああ、なるほどな。確かに。ロックマン様？ドキドキしてんじゃねえよ。恋かな？恋かなってキラリンレボリューションの曲でありましたね。おお、うまい棒。シーサーアイランドへの修学旅行、遅刻させちゃったな。あ、やっぱ南にある沖縄ですね。悪かったよ、スバル。暁さんは、ミソラちゃんやスズカちゃんを助けてくれましたから、修学旅行にちょっと遅れるくらいなら大したことないです。そう言ってくれると助かるよ。奥多摩スタジオで何が起こったのか、サテラポリスの一員としてどうしても調べとかなきゃいけなかったんでね。そうなると事件を解決したロックマン、つまりはスバルに話を聞くしかなかったんだよ。すっかりスバルがロックマンだってバレてるな。聞こえたよ、スバルのバトルウィザードウォーロック。もともとは宇宙人だったらしいね。そうです。 お前そんなことまで知ってやがるのか。全部お見通しさ。サテラポリスの情報網はすごいんだよ。それよりもスバル、はい？ロックマンになってる間、何か体に異変はないか？異変ですか？なんかあったね。調子悪いっつってたね。そういえば、体が痺れて苦しかったことか。そうか。やはりな。やはり？ああ、言いたいことがあんならはっきり言いやがれ！てめえもてめえのウィザードも、そういう思わせぶりな態度が勘に触るんだ。まあ、お前ストレートだからな。ふん、相変わらず気が短いウィザードですね。っせ！よしなってば、ロック。まあ、そうだな。隠していてもしょうがない。ロックマン。君はすでに暴走したウィザードと何度も戦ってるだろう。はい。ウィザードが暴走すると大量のノイズが発生する。そのノイズというのは電波帯に対して非常に良くないものなんだ。あんまり浴び続けると最悪の場合消滅することもある。消滅？マジかよ。機械を狂わせ電波を乱す。ノイズってのはもともとそういうもんなんだよ。だから今後十分に気をつけてほしい。とりあえずは俺のエースプログラムを渡しておくよ。ほう。ASPGM？ なんだそりゃ。サテラポリスの秘密兵器であり、俺の宝物さ。え、そんなんもらっちゃっていいの？ありがとう。え？そんな凄そうなものを僕がもらっていいんですか？お前だからこそ託すんだよ。え？まあ、プレゼントなんだから気楽に受け取ってくれればいいよ。おー、ありがとうございます。プレゼントは大好きです。で、このプログラムが何かっていうとだな、簡単に言えば、ノイズをコントロールできるようになる。ほー。じゃあ早速、スバルのハンター VG に送信するよ。よし、オッケーだ。これで戦ってももうノイズとか気にしなくていいってこと？アビリティだからつけなきゃいけないのか。だが、ロックマンが浴びてるノイズの量はすでに相当なもののはず。なのに未だに何も影響がないということは、やはりロックマンは俺が見込んだ通り。何？暁さん？ああ、悪い悪い。そんじゃ修学旅行に遅刻させちゃったお詫びにもう一つプレゼントだ。気前いいね。うまい棒かな？ SP コード1。何これ？このポップアップ何ですか？コスモウェーブに入る許可証だよ。コスモウェーブって何？まあ簡単に言えば宇宙空間にあるウェーブロード。おーえー。宇宙って言葉だけで思いっきり食いついたよ。つくづくマニアだな。コダマタウンのウェーブロードの一番高いところからコスモウェーブに行けるよ。ノイズもきついし、ウイルスも多いが、ロックマンなら大丈夫だ。いいんですか？宇宙のウェーブロードなんて素敵なところに僕なんかがお邪魔しても、外見えるもんね。宇宙直で見えるじゃん。絶対楽しいよ。普通はダメなんだけどね。さっき言った通り、お詫びの気持ちだよ。でもこういうのさ、前のカードの時もそうだったけど、こういうのポンポン渡せるってことは、かなりサテラポリスの中でも力があるとか、立場がある方なんだろうね。
コスモウェーブを通ればシーサーアイランドにもあっという間に到着するよ。あ、ありがとう赤月さん。宇宙のウェーブロード、コスモウェーブ。ああ、楽しみすぎる。そこまで喜んでくれるとこちらもいい気分だな。じゃあ修学旅行楽しんでおいで。はい。ありがとうございます。まあでもノイズの件だけ若干心配ではありますけど、どうなることやらって話ですよね。よしロック、早速ロックマンに電波変換してコスモウェーブ行こう。ヘイヘイ。その前になんか言ってたアビリティつけたいな。何なんだろう。あ、ルナちゃんからメール。待っててあげるから早くシーサーアイランドに来るのよ。行くよ、任せといてくれよ。かわいい女の子にそんな言われたらね、行かざるを得ないですよ。あ、外すなって、もうついてんだ。すいません。外すなって言われちゃったんですけど、違うんだよ。つけたかったんだよ、俺は。で、コスモウェーブっていうのがどこにあるんだ？一番高いところっていう。あ、ここかな？コスモウェーブ危険につき立ち入り。これで、ポップアップを使って、あ、OK。アクセスボールが消えた。ウィンディーアタック。何これ？ポケモン？ここから行けばいいのか。お、え、がっつり宇宙じゃん。はぁ、地球は青かったよ。ここがコスモウェーブ。すごいよ、ロック。宇宙のウェーブロードだよ。AM 星人の俺にすりゃ懐かしい光景だぜ。赤月さんに感謝だな。お父さんとかその辺見えないかな。憧れの宇宙にこうして立てる日が来るなんて。おいおい、スバル、嬉しいのはわかるがさっさと行こうぜ。ここを渡っていけばシーサーアイランドに降りられる場所があるはずだ。了解。いざ、みんなが待ってるシーサーアイランドへ。みんなからしてみりゃシーサーアイランドよりも宇宙行けてるっていう方が羨ましいだろうけどね。じゃあシーサーアイランド行きますか。まあ、お、メール受信、何？どうだいコスモウェーブは気に入ってもらえたかな。ところでさっき渡したエース PGM だけど、もうバトルは体験したかはしてない。あらかじめ説明しておこう。ちょっと待って、これ重要そうだから画面一応大きく映すか。ちょっと待ってね。ここで切り替えて、あらかじめ説明しておこう。エース PGM を組み込むと、バトル中、画面の右上にノイズ率が表示されて、ノイズが見えるようになるんだ。ほう。ノイズ率はバトルによって上がっていくものなんだが、99% くらいなら、多少のノイズを走っても大した影響はないだろう。ただし 100% 超えたら気をつけろ。いろんな異変が起こるらしい。ほう。確認されてる現象としては、例えば、点滅状態なのに攻撃がヒットしたりだとか、吹っ飛ばす攻撃を当てたのに、こちらに引き寄せられてきたりとか、ほう。あとこれは未確認の情報だが、ゲットデータがノイズによって倒した敵と関連のないデータに変化した。あ、これはいいんじゃないの？メットール倒してロングソードゲットできるとかそういうことでしょ？そんな報告も寄せられてるらしい。ノイズ率が上がる条件はまだはっきりとはわからないんだが、暗転しない無属性カードでウイルスをデリートした時、カードの攻撃力がウイルスの HP をオーバーした分だけノイズ率が上昇するという情報がある。ほーん。ただ、ロックマンならもしかしてあえてノイズ率を上げることで、ノイズをコントロールすることができる。あ？そういうこと？ノイズを上げた方がいいの？なんてな、まあ、あまり無茶はしないようにな。ノイズって危ないって言ってるけど、ノイズを使いこなせるようにしろっていうことか。まあ、わかんないけどいいや。ちょっと戦いの中で気にしながら行ってみようかな。っていうか、宇宙広。え、広。場所わかる。あ、アイテムあった。アイテムは拾っといて。ちょっと一回バトル画面見てみたいんだけど、バトル来ないですね、こういう時には。あ、これなんかノイズで回避できないバトルだよね。え、回避できちゃった。これ移動すると回避できちゃうの？もしかして今みたいにワープすると回避できちゃう感じ？あ、来ましたね。これは強制バトルみたいな感じで、メニュー画面とかボタンを押しても入れなかったやつなんですけど、あ、右上になんか表示出てるな。あ、出た。こいつら消えるからめんどくさいんだよな。ちょっと待って、一回戦ってみていい？戦いながらそのノイズについての様子を見てみたい。あ、でも無属性つってたよな。ワイドはこれ無属性じゃねえんだよな。インビジ貼って、ちょっと待って、あれ？え？俺インビジ貼らなかった今。なんでインビジ貫通してんの？やべ。ちょっと待って。あ、ビーストスイングはこれは無属性なんで、これで試してみようか。これで？え、上がらんよ。あ、敵倒したら上がったわ。ちょっと待って、ちょっと待って。実験とはいえ、さすがにボロボロなんだけど。やばい、ちょっとかっこ悪い。ちょっとかっこ悪いぞ、これは。ちょっと待って、これはかっこ悪いぞ。これで、アタックかけて、あ、でもノイズ 100% 超えた。なるほど、なんか、敵との戦闘画面がビリビリしてますね。これがノイズ率が上がってるっていうこと？じゃあ、ソードで、ちょっと飛んでくんな、これ、攻撃が。OK。111% 超えた。これでなんか影響出んのかな？
ピラニアキッスになってる。全然関係ない。あ、なるほど、そういうことか。じゃあ、ノイズ率上げた方がカードとかいっぱい手に入りそうですね。OK、ちょっと意識してやっていきます。じゃあ、まあ、シーサーアイランド移動しましょうか。あ、来たか。あー、シーサーアイランドだ。ここですね。じゃあ、地上ちゃっちゃと、なんかあるの。あ、あれシーサーだ。あれシーサーだ。お化けみたい。まあ、降りますか。OK、到着っと。BGM いいね。みんな、お待たせ。お、来ましたね。遅えぞ、スバル。待たせるんじゃないの？まったくもう。ごめん。ようやく来やがったか、星川スバル。よし、全員揃ったな。後から合流とかよく学校許可したね。おう。なんか日本と違うとこだな、ここ。南国ムードたっぷりだよね。楽しそう。南国さん出てくるよ。知っての通り、ここは日本で最も南にある島、シーサーアイランドだ。まさか修学旅行でシーサーアイランドに来れるなんてな。まあ、でもスバル君、道中、宇宙通ってきたけどね。今年は豪華だぜ。いやでもいいな。小学校の修学旅行で沖縄とかめっちゃ楽しそうですよね。あのキング財団が子供たちに見知らぬ土地で学習する機会をと全国の小学校に寄付をしてくれたおかげだ。すげえな。相変わらず子供たちの味方ですね、キング財団。まったくだね。さてみんな、ジャック事情知ってっからね。で、首里城かな。いや首里城ね、現実では悲しいことになっちゃってますが、いや行ってみたかったな。向こうに見えるのがこのシーサーアイランドを代表する建物、シーサー城だ。おお、あれが有名なシーサー城。ではシーサー城についてクインティア先生から説明してもらおう。そっか、教育実習生なのか。私が教育実習中とはいえ先生ですからな。ここはビシッとお願いします。無茶ぶりだね。知ってんのかな。シーサー城は昔この島を治めていた王様が住んでいたところ。あ、じゃあ知ってんだ。じゃあお城の中に王様がいるのか。今この島は日本の一部になっているから王様はいないわ。その代わりあの中には環境システムがある。ほう。僕のウィザードの調べによりますと、環境システムはこのシーサーアイランドを常夏の状態にしつつあらゆる災害から守ってるという日本が誇るスーパーシステムだそうです。襲われそう。すごい、それはぜひ見てみたい。まあ、本当にそういうの好きだよな。明日見学するが、どうしても見たければ今日の自由時間に行ってもいいぞ。なお、環境システムを管理しているのは人ではなくウィザードよ。ウィザードが？そう、完全自立型のウィザード。へえ、ハンターから独立したウィザードなのか。高性能なんだね。そのウィザードの名はストロング。強そう。ストロングゼロみたい。この島では守護神として崇められているわ。よし、それじゃあそろそろ自由時間に。そうだわ先生。どうした白金。せっかくの修学旅行ですもの。この旅行の間だけは特別にレゾンを変更してみませんか。ほう、いいアイデアかもしれんな。いいの？ルナルナ団のレゾンは。今は一生の思い出を作る時じゃない。委員長さ、3結構いいこと言わない？なんか1よりも2の方が正直委員長の株僕の中で上がったんですよ。でも3の委員長さらに株を上げてく。なんか優しくなった。あとツンデレのデレ感がちょっと増えた。堅苦しいことは忘れなきゃ。せっかくだからクラスみんな同じレゾンにしましょうよね。賛成。じゃあスバル君、レゾンの発表。え、僕が決めるの？いいのを頼むぜスバル。今日と明日そのレゾンで生活するわけだからな。期待してますよ。じゃあ最高の思い出を作るでどうかな。最高だぜ。あら、いいじゃない。よし、じゃあ旅行中の 5A のレゾンは最高の思い出を作る。これに決定だ。まあ、クラッシュがね、最高だぜウォーってやるのがディズニーシーなんですけど。おお、あのアトラクションめっちゃ好き。クラスのレゾンが一つに。ちょっと感動だな。ちょっと待って、このさ、シーサーアイランドつってるけどさ、形が結構沖縄。結構沖縄ちゃんと。あら、ちょっとジャック？なんでお前来んなよ。あなたレゾン変えてないじゃない。ダメよ、一緒にするの。時計俺も買ってたわ。ダメ。ちょっとジャックなんかさ、仲良くなるんじゃないのこの感じ。ちょっと最終的にこっち側につきそう。ジャックもお姉ちゃんも。ちょ、妖精って。あれならジャックバーサスお姉ちゃんとかの構図もありえそうだけど。うん、これでよし。え、ちょっと楽しみだな、ジャックがどうなるのか。ね、姉ちゃん。あなたあの子には逆らえないのね。じゃあみんな、最高の思い出を作って、レゾン達成するわよ。おう。じゃあ自由時間だ。あまり遠くには行かないようにな。はーい。弟が女の子の尻に敷かれてる様子見てどう思うんだろうな。さてどうしよう。
せっかくだから環境システムを見てみようかな。俺も気になるぜ。特にウィザードのストロングってのがどんな野郎なのか見てみて。じゃあシーサー城に行ってみようか。ああ、じゃあ行ってみましょうか。ちょっとまあ街を探索しながらって感じですかね。ああ、でも素敵だね。南国感があって。一回食べるとやみつき。あ、独特だからってことか。豚の頭とか、ちょっと待って。このお姉ちゃんに話しかけたいんだけど無理だな。これおじいちゃん。100% のマンゴージュース。うわ、美味しそう。マンゴーって美味しいよね。紫芋の紫芋も美味しいんすよね。紫芋タルトとかめっちゃ好きなんですよ。あ、いいな、行きたいな。いや、行きたいな。で、ここが城の、ここよ。え、ここよ。シーサーの顔って怖えよな。ロックの顔も同じくらい怖いよ。おい、おい。ちょっと気にしてんじゃないの？これが服装か。おー、HP メモリ。結構ね、こうやって探索してるとメモリ手に入ったりするから便利なんですよね。はい、さい。シーサー城へようこそ。私の後ろにありますのがシーサーアイランドの天候を司る環境システムさ。君がストロング？ストロングさんならシーサーアイランドの見回りに行ってるさ。うん。私はその間の代理なのさ。なんだ、ストロングあるっすかよ。残念だぜ。しょうがないね。ストロングに会うのは後のお楽しみにしておいて、みんなのところに戻ろうか。まあ、ちょっと残念ですね。まあ、仕方ないか。じゃあ今回はこんなところにしておこうかな。ご視聴ありがとうございました。次回はこのシーサーアイランドで、常夏の島でね、修学旅行を満喫して最高の思い出を作りたいと思います。じゃあよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。